薬は、牛目牛か牛属に分類。インド北西部、中華人民共和国、パキスタン北東部に自然分布ネパールでは絶滅していたとされていたが2014年に再発見された。体長オス280から325センチメートル、メス200から220センチメートル。オナガオス80から100センチメートル、メス60から75センチメートル。 肩高オス百七十から二百センチメートル、メス百五十から百六十センチメートル、体重オス八百から千キログラム、メス三百二十五から三百六十キログラム。野生種はバイソンやガウルに匹敵する大型種であり、体長三百四十センチメートル、体高地に適応しており、体表は、ひづめのあたりまで達する黒く長い毛に覆われている。かえげはしないため、 暑さには弱い。肩は、コブ状に隆起する。鳴き声は、牛のような、棒ではなく、低いうなり声である。基部から、外側髪型、前方に向かい、先端が、内側髪型へ向かう角がある。最大格九92センチメートル。死は短く頑丈。標高4000から6000メートルにある草原、ツンドラ、岩場などに生息する。 8から九月は万年雪がある場所に移動し、冬季になると標高の低い場所にある水場へ移動する。高地に生息するため、同じサイズの牛と比較すると心臓は約1.4倍、肺は約2倍の大きさを有している。植生は植物食で草、地類などを食べる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は約258日。 6月に1回に1頭の幼獣を産む。生後6から8年で生成熟し、寿命は25年と考えられている。野生個体は、食用の乱獲、家畜との競合などにより、生息数は激減している。中華人民共和国では、法的に保護の対象とされている。1964年における、生息数は3000から8000頭と推定されている。2 零零零前から家畜化したとされる。1993年における家畜個体数は1370万頭と推定されている。ほとんどの薬が家畜として、二薬用、常用、毛皮用、乳用、食肉用に使われている。中華人民共和国では、チベット自治区のほか青海省、四川省、雲南省でも多数飼育されている。薬の後は、 チベット語に由来するが、チベット語では、オスの薬だけを指す言葉で、メスは、ディという。チベットやブータンでは、薬の父から取ったギーである、薬バターを豆苗に用いたり、塩と共に黒茶を固めた煎茶を削って煮出し入れ、チベット語では、ジャ、ブータンでは、スージャと呼ばれるバター茶として飲まれている。また、チーズも作られている。食肉用としても重要な動物であり、 脂肪が少ない上に赤みが多く味も良いため中国では比較的高値で取引されている。風は乾かし燃料として用いられる。体毛は衣類などの編み物やテントやロープなどに利用される。白髪の白マ、赤毛のシャグマ上の戦争で対決した爆群将棋隊とシャグマを被った漢軍早小隊、役の美毛は日本では 兜や槍につける装飾品として、武士階級に愛好され、美貌をあしらった兜は、輸入先の国名をとって、唐の唐と呼ばれた。特に、徳川家康が家康に過ぎたるものが二つあり、党の頭に、本田平八と歌われたほど好んだため、江戸時代に入って鎖国が行われてからも新経由で定期的な輸入が行われていた。幕末、新政府軍が江戸城を接収した際に、 修造されていた役の美毛が軍帽として使われ、黒毛のものを黒熊、白髪のものを白熊、赤毛のものをシャグマと呼んだ。なお、俗に黒熊は、薩摩藩、白熊は、長州藩、シャグマは、土佐藩の指揮官が着用していたと説明されることがあるが、軍帽を先駆けの前立てをつけた黒熊毛の陣傘で統一していた山国隊のように、実際には、 範や階級を問わず広く使用されていた。これらの他に、歌舞伎で用いる鏡獅子のかつらや仏教像が用いるホッスにも役の美貌が使用されている。ありがとうございます。